シャキシャキ起きろ、朝だぞ。お、自分で起きれてますね、レンちゃん。おはよう。顔を洗っている間に着替えさせてあげますね。はい、右足を上げてください。はい、ズボン履き替え終了です。なんともすごいコンビネーションですね。おはよう。おはよう。まあまあいいタイムね。うん、顔は洗ってるわね。耳垢も問題なし。衛生面で主を不快にさせちゃいけないでしょ。うっす、チャンス。おはようございます。ナドセ、靴下裏表、慌てすぎ。うわ、ごめん。今日はミハトも朝食作りに参加したのかな。はい、明日なんかは私が一人で作るんですよ。みんな揃ったところで今日の生活目標、ハル、決めなさい。不浄なるものの完全否定、滅菌あるのみ。じゃあそんな感じでやろう。ありがとう、レン君。レン君、後ろ、寝癖がまたピョコンって出てるよ。朝ベニのチェックがあるから慌てて直すんだけど、急ぎだから治りきってなかったりするんだよね。わんぱくでいいんじゃないのかな。ベニが先輩っていうのは事実だしさ、見てると可愛くてついね。ベニー、来てくれないかな。どうしたの、ナトセ。ちょっと顔が見たくなって。あのね、いくら寂しいからって呼ばれてもさ、私だって暇じゃないのよ。それに呼んだら必ず来ると思ったら大間違いよ。ごめんね。今は手が離せないから夜に話聞いてあげる。可愛いでしょ。その中に優しさがあるよ。夢はもう特別な感情だよ。いつもガードしたりお世話したりはしているけど、私は頭あんまり良くなくて時々失敗するから、その時は夢にフォローしてもらうしさ。この国に来た時にすごく優しくしてもらったし、一緒に遊んだりするし、漫画とかも一緒に読んだりするし、お風呂とか寝る時とかも一緒の時が多くて、それが楽しくて。こんなことを言うのは従者失格かもしれないけど、本当の友達だとも思ってるんだよ。だからずっと一緒にいたいんだ。あ、なんか熱入っちゃったね。一応覚えておいた方がいいね。これがハーブ、ミントの香りがするでしょ。こっちの葉っぱはローズマリーだよ。こっちはカレーの匂いがするよ。レンちゃん、私洗濯物を干してます。助かるよ。いえいえ、当たり前のことです。本当に仲いいんだね、二人とも。
羨ましいね。大事にしてあげてね。いるのかわからないわ。目をそらしてないで主を見なさい。もしかして坊やの蓮には年上のフェロモンあふれる姿は目の毒だったかしら。別に平気よ。家の中だし使用人相手だし。そんなにウブだとこの先心配だわ。少しは慣れなさい。小僧、お前の報告以外にも足りない部材があってな。買い出しに行ってきてくれ。あ、台所関係でも数点買い物お願いするわ。初めてのお使いだね。こなせるかしら。なんとせはこなせなかったわよ。うう、転んでお金落としたんだよ。その時は日本に来たばかりだから、いろいろなことにカルチャーショックを受けちゃってさ。それに加え、なとせの真面目さと天性のボケさが加わり、数々の逸話を打ち立てたわけ。使用期間中だったから、このドジッコをどうしたものか会議になってね。でもシンヌ様が、このような失態の数々どうされます。本来はダメダメだが、面白いから許してやろう。で、許されたわけ。なーに、その防災意識が低い人みたいな発言は。レンちゃん、気をつけてね。そんなオーバーな。今なら雪山登山に行く息子を見送る親の気持ちがわかります。謝れ、雪山登山に行く人たち、謝れ。価値観は人それぞれですよ、ベニちゃん。ね、なぜ私が目をされなきゃいけないの。クオンジの名に泥を塗ったらこれよ。まあ大変、レンちゃんが失敗したらベニちゃんが首ですって。なんで私の首が飛ばなきゃいかんのだ。野菜の審査官も問われてるの忘れるなよ。ああ少年、買い出しの帰りか。そんなの当たり前だろ。何をしていようがお前には関係ない。
別にいいわ。それ一個もらうぞ。ケチくさいこと言うもんじゃない。帰ろう、出発の時間が近づいてきた。ああ、ナナフィルの定期コンサートがある。いつでも来い、心震える演奏を聴かせてやろう。言い切るさ、それだけのことをしてきているからな。そうだ、ここに出るぞ。了解しました。ん、そのヒゲ、香水を変えたな。なかなかいいぞ。恐れ入ります。おお、シンラ様と一緒だったのか。ああ、シンラ様は演奏の前よくあそこにおられる。お前にゃ分からんだろうな。さて、シンラ様を車でスペシャルにお送りしよう。クロックオーバー、タイムアウト。1時間以内に戻ってこいって言ったでしょ。なぜお使い一つがろくにできないんだか。何か事情があったんだと思うよ。そうです、そうに決まってます。ハラハラができたと思って喜んでるのよ。ちょっとしたボンミスをしてしまうトリオ結成です。名付けて七浜三天狗。私もそんな不名誉な名前はちょっと嫌だな。早くも三天狗のうち二人が抜けてしまいました。ハル、どんまいだ。そうしょげるもんじゃないぜ。あ、デニーロさん、慰めてくれるんですね。さすがお友達。ん、友達じゃねえだろ。ひどい。やだやだ、みやびのない奴らは。まるでお笑い軍団ね。あたしまで巻き込むな。レンちゃんが無事にお使いをこなせました。へい、つまみ食いするのは性根が卑しい証拠よ。ベニー、なかなか面白いことを言ってくれるな。すいません、シンラ様。あの、私とお前の主従関係は完璧だと思ったが、手を噛むつもりか。いえ、あの、つまみ食いはこのアホがしたものだと思って。シンラ様ならいいんです。つまみ食いライセンスを発行します。久々にベニエキスを体に取り込むか。あ、シンラ様、ここではおやめください。私に命令か。偉くなったな。違いますよ。人前では、その見せつけてやればいい。見ないでよ、こら、あっち行って。はい、レンちゃん、ポップコーン。くつろいで干渉するな。だから姉さんは抱きつき魔なのよ。いい歳して自分的に可愛いと思ったものを見つけては抱きついてスリスリしているの。
主に被害に遭ってるのは私とベニ、ナトセだけど、そのうちミハトもアタックかけられるわよ。ああ、もうすでに抱きしめられましたよ。姉さんは手が早いわね、相変わらず。どんな風に？それでは、回想シーンどうぞ。後ろから抱きつかれてしまいました。うん、いい匂いがするし、抱き心地もいい。シンラ様、私ブラコンなんですが。私は若干シスコンだぞ。このようにされても愛には応えられません。そういう趣味は私もない。ただ可愛いものに抱きつくのが好きなんだ。困った趣味ですね。サガというやつだろ。人はサガに逆らえん。確かに、私も弟が好きだというサガに逆らえません。うん、気に入ったぞ。お前にも時々抱きつくから。あ、耳がくすぐったいです。というお話だったんです。姉さんなりの息抜きでしょうけど、困ったものね。楽しかったな。はい。今日もサクッと決めてくるとしよう。はい、お仕事頑張ってください。シンラ様ならどんなお仕事でもサクッとこなせます。ああ、そうだ。私ならば楽勝だろう。それでは出発します。行ってくるな、ベニ。行ってらっしゃいませ、ご主人様。早速バトルファイトの申し込みとは血気盛んだな。構わん、来るがいい。稽古をつけてやろう。くっ、私に汚れをつけられると思っているのか。その前に一つ、顔面への攻撃は禁止としておこう。違う、私のスペシャルな顔に傷がつくのが嫌なのだ。お前に足りないもの、それが何だかわかるか。違う、ヒゲがない。それでは攻撃の空気が読めまい。まあ、陸に打ち上げられた魚のようになるだろうな。ではな、私はまだ仕事が残っているのだ。前も言ったろ、業務終了後なら稽古つけてやる。また相手してやる。嬉しいだろ、喜べ。昔の日本兵みたいなやつだな。それは楽しみだな。せいぜい精進するがいい。ところで、今のは全力だったよな、小僧。いや、そういう意味ではないが、まあいい。ではな。ボコボコだったわね。バカなこと言ってないで、傷口出して。別にあんたの怪我が心配なわけじゃないんだからね。家の中に血が落ちたら汚れると思っただけなんだから。はいはい、それじゃあぬりぬり。ふふん、塩を塗られるとヒリヒリくるでしょ。昨日私が言ったこと忘れたの？やると言ったらやるわよ。
かね。私は誇り高き神羅様の専属メイド。照れた表情の安売りはしないわよ。はい、腕の手当て終わりですよ。よしよし、無茶はよしてくださいよ。相変わらずかっこいいこと言いますね。あ、僕が女だったら菩提樹の下で告白しちゃいますね。もう9回表だから黙ってて。クレイ、対角線投法。うわ、空振りしちゃった。これで私の3連勝。楽しいじゃない。あんたも私と野球ゲームする？ほほう、血管切れそうなこと言ってくれるわ。だったらお金かけて勝負する？知り合い同士でも真剣にきっちり払うんだからね。やめといた方がいいよ、ベン君。お金が絡むと、ベニは鬼どころじゃない。射程内に入るもの全てを砕く魔人になるよ。マンマミーエー、こいつ何言ってるのよ。マンマミーエは驚いたという意味だよ。お金はね、愛は買えないけど、それ以外は皆買える。一種の魔法よ。自分が自分であることを保つためにも最低限の金は必要だわ。衣食足りて礼節を知るってね。だからマネーは大いに越したことはないのよ。証文書けばそれでいいわよ。給料から差し引く。ベニー、いきなりそれはかわいそうだよ。ここは私に免じてクールダウンしてくれないかな。ちゅー。